皆さんこんにちは、ヨガステインストラクターのひなこです。骨盤周りの血流が滞ることによって温度が低下していくということで、さらに強くなっていくっていうのがあるので、今日はこの骨盤周りをポカポカと温めてくれるようなポーズを紹介していきたいと思います。いろいろと動いていくので、ぜひ一緒に行っていきましょう。よろしくお願いします。それではまず最初は両足を前に伸ばした姿勢から始めていきたいと思います。両足を前に伸ばしたら、右膝を立てて外側に倒していきましょう。足の裏を左の内ももにつける体勢を作っていきます。左の膝を軽く曲げていきましょう。両手のひらをお尻の横について、吸う呼吸で背骨をまっすぐに引き上げていくような感覚、吐く呼吸でお腹を前ももに預けるようにしながら体を前に預けていきます。これで背中を丸くしていただいていいです。腰回りに少しスペースを作ってあげる、そんな感覚で行っていきましょう。吸う呼吸では背中から腰の方までふわっと膨らませていくような感覚、吐く呼吸では上半身の力をゆるっと緩めていく。ではもう一呼吸いきましょう。鼻からたっぷり吸って、ゆっくりと吐いて、両手をご自身の方に歩かせながら体を丁寧に起こしていきましょう。左の前ももを右足の裏側につけるようにしながら、両足を左側に流していくような体勢を作っていきましょう。お尻を少しね、もぞもぞと動かしていただいていいので、できるだけどっしりと安定したところを探していきます。両手の指先を体側へ通して、吸う呼吸が来たら右手を上に持ち上げていきます。吐く呼吸で体を左側に傾けていきましょう。右の腰回りから体側がぐぐぐっと心地よく伸びているのを感じていきましょう。もし目線をつけられそうであれば、脇の下から天井を覗いていきます。呼吸しましょう。鼻から吸って、肋骨がさらにふわっと広がっていくような感覚を感じていきます。ゆっくり吐いて、 OK です。じゃあ右手下に下ろしながら体を起こしていきましょう。今度は両手のひらをご自身の前についていきます。左足を遠く後ろに伸ばしていきましょう。で、一度ね、後ろ振り返っていただいて、左の前もも、膝、足の甲が地面に向かうように足のポジションをとっていきます。次の吸う呼吸が来たら、少し指先で床を押してあげながら胸を前に広げていきましょう。吐きながら体を前に倒して、両手のひらを重ねてその上におでこを乗せていきます。鳩のお休みのポーズです。このポーズ、骨盤周りの歪みも調整してくれるので、生理痛の緩和にも非常に効果的なポーズです。この状態の腕がつらい方は、両腕だらーんと前に伸ばしていただいてもいいです。一呼吸いきましょう。鼻からたっぷり吸っていきます。口から吐きましょう。両手のひらで床を押すようにしながら体を起こしていきます。では右のお尻をしっかりと下に下ろして、左足を前に戻していきましょう。では反対側いきます。両足を前に伸ばしたら、今度は左膝を立てて外側に倒しましょう。足の裏を内ももにつけていきます。右膝を軽く曲げて、両手の指先をお尻の横、吸いながら背中を心地よく伸ばして、
吐きながら体を前に倒していきましょう。腰周りに少しスペースを作ってあげるような、そんな感覚で吸う呼吸では、その腰にできたスペースに深く呼吸を入れていきます。吐きながら首頭の力までだらーんとほどいていきましょう。ラスト一呼吸吸って、ゆっくり吐いて、両手をご自身の方に歩かせながら体を起こしていきます。右の前ももを左足の裏側にくっつけるようにしながら折りたたんでいきましょう。またお尻ちょっとずらしていただいていいので、しっかりと座骨を床に下ろしていきます。両手の指先を体側へと広げましょう。吸う呼吸で左手を上に持ち上げて、吐きながら体を右に倒していきます。左の腰回りから体側を大きく広げましょう。目線つけられそうであれば脇の下から天井、あと一呼吸吸ってゆっくり吐きましょう。左腕を下に下ろしたら体をまっすぐ起こしていきます。では両手のひらをご自身の前についたら、お尻をクイッと持ち上げる、右足を遠く後ろに引っ張っていきましょう。右の前ももや膝、足の甲が床に向かうようにしていきます。次の吸う呼吸で少しね、胸を起こしていきます。吐きながら体を前に倒していきましょう。両手のひら重ねていただいてもいいですし、前に伸ばしていただいても構いません。ご自身の優しい呼吸を感じながら、じわじわじわっとした左のお尻やももの外側の伸びを感じましょう。最後に一度ため息をついていきます。鼻から深く息を吸って、もやもやしたものを吐き出すように口からはーっと吐いていきます。顔を起こしたら、両手で床を押しながら上半身も起こしていきましょう。左のお尻に体重を乗せたら、右足を前に戻していきます。はい、皆さんお疲れ様でした。動画いかがでしたでしょうか。この動画がいいと思っていただけた方は、チャンネル登録やいいねボタン、コメントなどお願いします。また見てください。ありがとうございました。